ヤト市コミュニティバスは、愛知県ヤト市が三重交通に運行を委託しているコミュニティバス。愛称はキンゃんバス。キンゃんバスことヤト市コミュニティバス2010年6月21日から運行開始。高齢化社会に伴い増加した高齢者の移動手段の確保や障害者のバリアフリー化、公共交通空白地域の解消を目的として、 高齢者と障害者限定で1999年から、ヤト町巡回福祉バスを運行していたが、コミュニティバス化したことで、誰でも乗車可能となった。ただし福祉バス利用者は無料であったが、コミュニティバス変更後は75歳以上利用者を除き、有料となっている。祝日を除く月土曜日の営業で、北部ルート、東部ルート、南部ルートの3系統に分かれ、 やとみ市内を運行している。金ちゃんバスの由来は、やとみ市公式キャラクターである、金ちゃんから称しており、新しく導入した中型バスには金ちゃんのイラストが、描かれた黄緑色とオレンジ色の2種類の車体がある。三重交通で、旧来使用されていた大型バスも利用されている。利用者数は徐々に伸び、2012年度の利用者数は68,798人。 大人に100円、小学生、高校生100円、障害者及び同伴の介護者100円75歳以上と、未就学時は無料。運賃は距離に関係なく、蒸期均一。乗り継ぎ券を提示すれば、追加料金なし出たルートに乗り継ぐこともできる。乗り継ぎ券は運転手に申請すると発行してもらえる。回数券は大人12枚2000円。小学生、高校生、 障害者は12枚1000円。バス車内のほか、雇戸市役所防災安全課、鍋田市所、十四山市所、総合福祉センター、十四山総合福祉センターで購入できる。定期券は大人1ヶ月6000円、3ヶ月1万7100円、6ヶ月3万2400円で販売。小学生、高校生、障害者、65歳以上はその半額で販売。 新規は使用開始7日前、継続は期限切れ日14日前から受付。申し込みは事前予約制で、毎週日曜日までの申し込み分を水曜日以降から販売。バス車内の申し込みほか、雇ト市役所防災安全課での申し込み、三重交通区はな営業所へファックス、または郵送での申し込みを行う。定期券の販売、受取は、雇ト市役所防災安全課。 八戸市役所図書館にて行う。日曜、祝日、年末年始は運休。平日と土曜日の運行となっており、ダイヤ、平日ダイヤと土曜ダイヤに分かれている。南部ルートの塩見大霊園は盆及をび、春分の日と秋分の日の全3日間の平日、土曜日の未運行。6カ所のバス停に駐輪場が設けられており、自宅などから自転車でバス停に向かうことができる。 いずれのルートも左回り右回りの運行。以下では左回りを記載する。巡回する停車場は時間帯によりイレギュラーであるため、すべてのバスがこのルートで止まるわけではないので注意。詳細は、コミュニティバスについて雇み市公式サイトを確認のこと。広報雇み平成25年10月号より、ありがとうございます。